有能アプリがサービス終了で話題になっていますが、今回はこの件についてお話ししていきます。はい、ありがとうございます。アーシーブーです。皆さん、イカウィジェットってご存知でしょうか？初代スプラの頃から存在するスプラトゥーンの戦績管理ツールでして、公式アプリイカリング3では見れない得意なルールやステージ、武器ごとの勝率など細かいデータが閲覧できたほか、今までの合計試合数、合計キル数など自分の頑張りがデータとして蓄積されるようになっており、スプラ好きな方にとってはモチベーチにもつながるとても重要なアプリでした。が、こちらのアプリが任天堂公式からの要望で削除されてしまったようで、 Twitter では結構騒がれています。初代スプラからあったサービスはなんで今頃消すんだ。イカリング3じゃ物足りない機能があるから使ってたのに。公式アプリじゃ不便すぎるしモチベ下がるわ、などなど不満の声が多めです。非公式のアプリだったし、これは仕方ないと納得してる方もいましたが、残念に感じている方が圧倒的に多いですね。ここで任天堂公式からのアナウンスを見てみましょう。ご注意、スプラトゥーン3などのネットワークサービスにおいて正規アプリになりすまし、当社サーバーに不正にアクセスするスマホアプリの存在を確認しております。このようなアプリの利用はセキュリティや個人情報が脅かされたり、思わぬ被害を受けたりする可能性が考えられます。ご注意くださいという感じです。今回消されてしまったアプリを使ったことない方はいまいちピンとこないと思いますが、任天堂アカウントにログインすることで戦績などのデータを読み取り、それをアプリに表示する仕組みだったんですよね。非公式のアプリなので当然任天堂側が許可しているわけもなく、無断でユーザーのデータを読み取っていたため不正と捉えられたんだと思います。また見た目のデザインやフォントなどスプラを連想させるものになっていたため、知らない人からしたら公式のアプリかなと勘違いしてしまうものでした。任天堂側からすると、勝手にデータ抜き取って何か問題が起こったら困る、しかも公式に寄せたデザインだから我々公式が訴えられたら余計に困る、だから消したという感じでしょう。そして今回アプリを消すという判断をしたのは、スプラ3を開発しているイカ研究所ではなく、その元である任天堂という会社そのものだと思います。会社の方針的にダメですよってなった感じですね。イカ研究所であれば非公式とはいえ、イカウィジェットが多くの方に使われており、ユーザーにとって重要なツールであると理解していたと思います。今回それがなくなってしまったので、今後イカリング3にイカウィジェットの機能を導入するなど、イカウィジェットの代わりとなるものを公式に作ってほしいですね。僕はイカウィジェットはあまり使っていませんでしたが、サーモンランに特化したサーモニアというアプリは使っていました。大物初期の討伐数を確認できたり、ランダム編成の時はどの武器を何回引いたか見れたり、確かにイカリング3にはないデータの面白さがありました。今まであったものがなくなってしまうっていうのはやはりショックと感じてしまう方が多いと思いますので、イカ研究所にはなんとか開発頑張ってほしいところです。というわけでいかがでしたでしょうか。今回はイカウィジェットについてのお話でしたが、個人的にも残念です。公式ですので仕方ないことではありますが、代わりに公式に頑張ってほしいですね。それでは今回はこの辺で締めたいと思います。続きをお求めの方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ダナモー、それではまた、アディオス。チャンネル登録よろしくね。最後まで。